こんにちは。今日はですね、ヒールフリップですね、1日10回、練習して上手くなるのかっていう検証なんですけれども、これ何回だ ?3 回目やっていきたいと思います。で、前回ね、ちょっと肩がこっち側にこうレギュラー側なんで僕こっちなんですけど、下がって板半回転で裏乗りしちゃうっていうことは結構起きてたので、今回はそちらですね、改善するためにちょっと引いてこういう感じでいくような感じでやってみたいと思います。でですね、ちょっとね、あと前足もちょっとこう動画見たんですけれども、足首こうやって返してるというよりはこう落としてるっていうか当ててるだけって感じがするので、そちらの方もですね、まあうまく引いてできることができたら今日やっていきたいと思います。そのタイミングがちょっと合わなかったら足首返すに関してはもうちょっと後でやっていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。今回はですね、前回結構頭下がって抜けないでこう半回転入んないで裏乗りってことが多かったので、なるべくちょっと引き気味で意識的にやってみたいと思います。なんか今日乗れてるんですけれども、なんかテールの叩きがですね合わなくて、まあ、先に前足がきっと抜けちゃってると思うんですけど、ちょっとなんか調子悪いですね。なんか叩き損ねちゃってる感じがあるんで、ちょっとそれ意識してやってみます。お疲れ様です。ヒールフリップですね、ちょっと引き気味でこうやる意識でやってみたんですけれども、なんか引いたら今度この叩く前に抜き足がこう出ちゃうっていう感じになってですね、なんかキャッチというか転がって乗ったみたいな感じに今日ちょっとなっちゃいましたね。なんでこちら次やるときに意識して、ちょっと引きすぎてたのをちょっとまっすぐに修正して、しっかり叩いてから抜くっていうのを意識して、次は練習したいと思います。まあ、ちょっと10回なんでね、コツ使う前に終わっちゃうんですけれども、まあ、定期的にやっていけばもしかしたら月にね1回がっちり練習するより、もしかしたらコツつかめるのかもしれないので、ます検証も兼ねてですね、長い目でやっていきたいと思います。じゃあ今日はお疲れ様でした。バイバイ。